はいどうも、ワクスです。本日この僕チャレンジメニュー3回上げさせてもらったんですけど、動画これのラーメンと生姜焼きの店、あの小宮さんに来て今日全メニューやります。で、早速メニューの紹介から。こちらね、ラーメンだけじゃなくて生姜焼きが有名なんですよ。ベベベベベってあります。ここが一番代表的な生姜焼きで、これがね、塩味で味噌味、スタミナで、ご飯がバーってついて、でサイドメニューがこうキャベツですとか、あと肉丼、あとこれがなんだっけな、海賊丼ありがとうございます。あと水餃子とおつまみ3種みたいなやつと、あと卵かけご飯。ちなみに卵かけご飯ね、卵デコで2個ついてるよ。で、ラーメンが7種類あるんですよ。中華そば、煮干しそば、豚骨そば、タンタン、つけ、タレ、中華。1、2、3、4、5、6。あと豚骨、違う、言ったな。あと普通のラーメンだ。で、7種類あるんですけれど、一応今回はイメージはラーメンはお味噌汁みたいなイメージで、これ食べながらラーメン次食べたら次の次のみたいな感じにしていこうかなと思ってます。こんな感じだね、中華そばは麺がごめんとって、あ、煮干しの感じだから、塩はかなりマイルドな味、いい味噌。米に合うタイプだ。最後はスタミナ。甘め、あっさり、米に合う、甘辛い。僕は塩が一番好き。ちょっと辛いこれはもう言わんと知れた感じ。俺の中では言わんと知れた。白米だけじゃなくて、雑穀米みたいなのもあるんで、こっちが好きな人、こっち食べて
ラーメン。あっちぇ。商品の中華そばなんですけど、煮干し感を取った感じなんですよね。僕正直こっちの方が好き。あ、これうままだ食べてないけど、もうラーメン頼んだ方がいいですよ。本当にマジで。僕の中でこれとこれ、これがあって初めて完成します、正直。この定食、だから定食セット頼むのがいいかな。つけ麺を放置しすぎて、ソフト麺食べ始めるみたいな。
極太です。これこれ茹で時間相当かかると思います。Just like their attention, it's written all over your face. I don't wanna play. Max がすごいことを思い出したんですけど、あの冒頭に言おうと思ってたことをドアソレしたんで今補足しますね。後付けで。あのね、こちらのさっき僕が食べたタレ中華ってメニューはチャレンジメニューでもあるあのタレ中華なんですけれど、今年のヌードルオブザイヤーの新人部門の第3位。ダンスインしておりますので、わかりますか、大事です。見た目でわかりますよね、多分クリパチ系のね、この肉丼はね、あのオーソドックスな味の黒焼き、この初め食べたやつ、それが持ってる感じですね。中華そばがラーメンと煮干しそばの間って感じで、ラーメンはただラーメンやった。もうこれほんとガッツリの煮干し。っていうのはね、こう満腹中枢をね、すごい刺激する要因の一つだと思うんですよ。すごく当たり前のこと言ってるんですけど、でもこれね、時にフードファイトってなると致命傷なんですね。はい。あの、ごめんなさいね、某ラーメン屋さんのコツテリに結構近い、某ラーメン屋さんの某コツテリに近いです。某 あっさりじゃなくて某コツテリの方に近い、それぐらいの方。
Should I let you go? Oh, I should've known. Should I let you go? Oh, I should've known. Should I let you go? But I wanted to fall in love so bad.担々麺って大体2種類に分かれると思うんですよ。あの白ごまのあの何ですか、あのペーストっぽいやつの方のとろっとした担々麺か、なんか醤油っぽいあのスッキリ系の担々麺分かれると思うんですけど、これはスッキリ系のですね。ほんと好み分かれますよね、担々麺って。うわ、change the way I love it. Maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night. I could have called you mine. If I change the way I love食べれないんですよ、本当にね。一杯ぐらいって思うでしょ。これがね、食べれないんですよね。
塩だったっぽいですね。